あんたを送り出してからずっと見てたの。戦いの後で気を失ったフラウは仲間に運ばれてここに寝かされた。女の子二人はそのまま町へ。あんたのために人参を買いにね。剣士の方は誰も入らないようドアの外で見張ってる。私は窓から入ったけどね。いい仲間たちだね。フラウのその姿を見て驚いてはいたけれど誰も剣をはしなかった。それは嬉しい。でもその姿じゃ下界生活不便でしょ。引き出した分の力抜き取ってあげる。助かる。さ、目をつむって。アトラ、感謝。いいのよ、元仲間でしょう。元じゃない、今でも仲間。やめてよ、余計に寂しくなる。フラウ、起きたのか。声がしたと思ったんだが気のせいだったか。ん？なんだよ、元の姿に戻ってるじゃないか。サリー、こういう時は人参ではなくまず薬なのでは。普通はそうなんだけどね。前にさ、杖打ちの鬼と戦った後人参食べただけで怪我治ってたし。杖打ちの鬼。サリー、ん？ずっと聞きたかったことがあります。瀬戸を殺したのはあなたですか？そうよ、あいつは私が殺した。でも謝ったりはしないから。木の鬼の時と同じで必要だから私は力を使ったの。